どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボーク。第25回占領戦が終了しました。これでですね、すべての占領戦終了でございます。で、今この実況を撮ってるのが、2019年11月の25日、東京グールリ・インボーク終了が26日です。11月26日、明日ですので、急いでこの動画を撮ってるんですけども。まあ、多分、26日でサービスが終了してもですね、しばらくはちょっと動画が上がります。ちょっとやりたいことがいろいろあって、動画を何本か撮ってると思うので、まあ、しばらくは上がります。はい。で、ちょっと先になるかもしれないんですけど、まあなんかまとめ的な動画を上げれたらなと思ってます。まだ全然編集も手もつけてないんですけど、どんな感じにするかも全然考えてないんですけど、まあそれも上げれたらなと思います。まあ今回例のごとく、チケットの紹介していきましょう。第25回占領戦はですね、人間側が勝利したんですけど、僕はたまたま人間側にいたので、勝利することができました。久しぶりですね。2連か3連敗ぐらいしてたんですね。久しぶりに勝つことができた。まあちょっと最後だから、景気よく当たってほしいところではあるんだけど、もうほぼほぼ持ってないキャラクターがいないような気がする。派遣キャラに関してはもうあれだね。ほんと使う機会が、あ、闘争があるか。闘争で、まあ、使おうと思ったら使えるんですけども、まあ、なかなか、本来の力を発揮してくれるのは、まあ、占領戦じゃないかなと思うので、派遣ですね。さあ、月山。チケットで引けるガシャの方の内容、そう、チケガシャ、無料のチケガシャで、引けるキャラクターたちも、まあ、一回、その、なんていうんだ、ラインナップがリニューアルされたのを覚えてるんですけど、それからあったかな。一回はね、記憶に残ってるんだけど、それからあったのかな。まあ、このゲームかなりその、キャラの追加がね、早い。定期的に、まあ、月に1体もしくは2体、スペシャルとか入れたら3体ぐらい、キャラクター更新されるんで、まあ、本当に、キャラクターの数では、まあ、なかなか他に引けを取らないゲームだったんじゃないかなと、思います。まあ、ゲームシステム的には別に面白くなかったって言ったらあれなんですけど、まあ、面白くなかったんじゃないかなと、僕は思ってるんですけど、まあ、つい楽しかったですよ。うん。楽しくはあった。もしかしたら、ゲーム自体を楽しめてなかったのかもしれないって、こう、今になって思うけど、ずっとオートで回すだけみたいな。まあ、そんな感じだったと思うんで。まあ、でもね、それがこう、なんて言うんだろう、自分のこの、生活にフィットしてたというか、もう手でずっと手動でさ、周回しなきゃいけないよとか、そういうんじゃなくてよかったと思いますね。うん、ちょっと、休憩時間とか、パパッと派遣回収して、素材も美味しくて、闘争も1試合あたり、十数秒、20、30秒ぐらいで終わるのかな。かなりやりやすかったですね。ちょっとプレイヤブルキャラの方は、派遣の方行っていくか。あれどこ？あったあった。まあ、もしかしたらね、その、グルカルの時みたいになんかその、なんて言うんだろう。まとめ動画的なのを上げようかなと思ってるんですけど、まあ、正直、俺燃え尽きた感があるんですよね。手抜いたことは、まあ、なかったといえば嘘になるかもしれないけど、できるだけ全力疾走をしてきた感はある。この2年と、半年と2ヶ月ぐらい。2年半年2ヶ月ぐらい。うん。すげえ、こう、ショックだったんですよ。前作の東京グールのアプリ、ゲームがですね、サービス終了した時。もう、あの時は、ほとんど触らなかったんですよね。そのサービス終了が告知された2ヶ月ぐらいは。まあ、学校が忙しかったり、その引っ越しとか、なんだろう、あったんで、まあ、なかなか忙しいっていうのもあったんですけど、まあほとんど触らなかったね。うん。
たまにそのログインだけして溜まった石でガシャ引くとか、そんなことしかほぼほぼしてなくて、であまりにもこうショックがでかくてね、毎日ほぼ毎日こうやって実況動画を投稿してたゲームが終わっちゃうっていうショックがでかくて、もう手つけられなくなっちゃったんですよね。なんかもう悲しすぎて、でもうまあその時はもうサービス終了の告知がゲーム内で来る前に、この東京グールリーインボークがリリースされますよ、近々リリースされますよっていうのはもう告知されてたんで、だからこのまま2本グルカルとインボケの2本の路線で行くのか、まあ、グルカル終わるんだろうな、終わるかもしれないなっていう予測は自分の中では立てられたんだけど、まあ、まさか現実になってみるともう本当にショックで手につけられなかった。で俺は決めたんです、その時インボケはもう全力でやったろうと、全力でやったろうと決めたんですけどまあでもね、途中でちょっと手放そうかなって思った時もまあまあありましたよ、うん、まあでもここまで続けてきてよかったなって、まあ今になって思いますけどね。だからこの2年と、半年と2ヶ月ぐらいは個人的には、全力疾走と、まあ、後悔はない、全力疾走してきたんじゃないかなと思います。なんで結局そのサービス終了告知されてからもうずっと定期的に動画上げてるし、2日か3日かに1回ぐらいは。だからもう最後のまとめ動画は上げなくてもいいような気もしてる、うん、なかなかねまだね実感が湧いてないだけかもしんない、自分の中で。さあラスト一人誰が来てくれるかな、記念すべきラスト一人か。まああのこのあとねちょっと放送でもやろうかなと思ってるんですけど、配信あの生放送、まあ、そこでちょっと、今貯めてる石を放出してフェス引こうかな、やっぱり、うん、やっぱりインボケ出たらフェスのような気がするわ、毎月楽しみにしてたし。なるほど、シャチさんですか、無料チケのラストはシャチさんということで、まあこの後放送303個でしょう。でストーリーがですねちょっとやってないやつもあるし、それで350個いくかって言われたらいかないね、ちょっと逃走走んないか、走んなきゃいけないかもしれないんですけど、まあこの後ちょっと放送をやりたいと思います。まあ全然何喋ったり何をやるかっていうのは決めてない、もうほぼほぼやり尽くしたしね、うん、何やるかっていうのは決めてないんですけど、やろうかな。というわけで、お疲れ様でした。ちょっとここで挨拶しておきますか。インボケから見てくださった方、まあ、本当に、長い間お付き合い、していただいてありがとうございました。個人的にもですね、もうすごく充実した2年半年ちょっとだったような気がします。まあ、これからも動画をちょくちょく上げて、ちょっと頻度は落ちるかもしれないんですけど、ちょくちょく上げていくんで、よかったらたまに覗いてくれると嬉しいです。はい、というわけで、2年半の間本当にありがとうございました。